当。すごい食べてくれて、カラッパになるから5グラム入れて。うん、そう、やりすぎちゃダメだからね。はいはい、5グラムだけ、あとはドライフードと冷やかしも。運動は？手袋して。日によって、回し車はやるけど、日によってで、毎日ないんで。毎日じゃない。うん。でもなんか減らないんですね。なんかな。508。はい。507。この間が509でした。500だったり、504だったりとか、その辺を使って、500は知らないで、今って1日何グラム食べてるんですか？10から11グラム。あ、ドライ？ドライが2グラム、3グラムかな。で、ふやかしても3グラムで、で、お野菜を5グラム。あ、じゃあペレットは 6しか食べてない？うん、食べてない。そんなもんではないです、いつもだから。で、野菜が5グラム？5グラム。え、そんだけしか食べてないの？食べてないですね。もっと揚げていいですね。野菜を5足したので、ドライをちょっと減らしたんですよ。前は10グラム、トータルで55で10グラム出てたんです。そうね、44やってください。あ、わかりました。だからやる時間は、食事の時間は何時と何時なの？今8時ぐらいですね。夜の。夜8時、1回。あ、1回なんですか。はい。で、その時にじゃあドライもふやかしも野菜も全部食べちゃう。そうそうそう。でも、うん、野菜とふやかしだけその時点で食べて、うん、夜中の1時ぐらいにカリカリ食べてるから。あ、そういうことね。はい。食事を置いてる時間を、どっちだっけ、女の子だから10時間にしといてほしいんですよ。うん、だから夜の8時にあげる、うん、そこから10時間っていうと何時？朝には下げてほしいな。朝は下げて、うん、であとは水だけ、うん、はい、それは守ってる。それでも減らんの、この子？減らないんですよ。量を減らしていいのかわからないので。で、食べる野菜は人参とか？人参、かぼちゃ、ブロッコリー。あ、いいね。は揚げた。で、今は人参がお気に入りだから。人参、かぼちゃ、ブロッコリー。はい。じゃあもうちょっと脂肪を燃やすやつをご紹介しましょうか。回し車で週に何回ぐらいやるんですか？週に3回、半分ぐらいかな。半分ぐらい。もう毎日じゃなくなっちゃった。それはね、こんだけ思うとさ。まあでもとりあえず500切ってくれればいいんだけどね。まあでもさ、反対に言うとね、439でしょ。で、470、509、507。とりあえず増えるのは止まったと。まあ、ちょっとは効果あるんじゃないかなと思いますけどね。はい、じゃあこれつけさ、セラの口につけますね。そんで、あとちょっとお話を。ごめんね。ごめんね。体脂肪を燃やしやすいもの。脂肪を燃やす。中鎖脂肪酸、聞いたことあります？うん、中鎖脂肪酸、同じ脂肪なんだけど、これは体脂肪を燃やす脂肪酸。実際には何かというと、ココナッツオイル、うん、って言ってもなかなかそんなにポピュラーじゃないから。あ、でもうちあります。あるんですか？あの、アトピーの子がいるから、うん、あの、酸化しにくい油って、うん、ココナッツオイル。じゃあこれを1滴か2滴、はい、食べ物に入れる。まあ、ついにってことはヘルシーリセッターがココナッツオイルなんですけど、あの、食用油。それからあとは、まあ、全部やれってわけじゃないですよ。だからとりあえずこれやったらいいんだよね。あるんだったらこれをね。あんまり、あんまり言う。あんまりもあります。あります。はい、じゃあ一滴か二滴、どっちかでいい。どっちかでいいです。それからまああとはトマト、うん、はい、トマトも食べる。そうそう、
あ、本当。じゃあトマトもやってその 5g に入れてくださいね。はい、まあ人参はこの間も言いましたもんね。人参、ベータカロテン。うん、まあこの辺。じゃ あ、 あるならこれこの辺を入れてもらう。あ、これもやっていいですからね。はい、野菜とミート。これも。そうそう、野菜でもふやかしでもいいですから。まあ一滴かにできるですね。やってもね。そうたくさんやったらお腹壊しても困るんで。はい、じゃあココナッツオイル。はい、甘煮、甘煮オイル。ああ、両方ともあるわけね。はい、じゃあそれをじゃあちょっと入れたってください。はい、で今度来た時ちょっと体重が、まあ、とりあえず消えてなかったからよかったけど。で、あの8時間以内だったらこれ3、3を4、4にしてもらってもいいですよ。あ、わかりました。朝にはもうカラカラに全部食べちゃうので。うん、じゃあ。多分口断食にはなってますよね。はい、はい、じゃあ高島君、はい、大丈夫ですよ。で家と違うから痛いよ。大丈夫ですか。要するにさ、悪循環なんですよ。増えてるから余計。だから食べる時もさ、あのお皿でポンとやらないでさ、時間がある時はさ、短い距離でいいからさ、おいでって来させて手でやってほしいんですよね。はい、じゃあこちらも持ち帰ってセットでいいください。はい、じゃあまあ元気だったらまた一つ気分ね、はい、見せてください。はい、すいません。